6番久木と7番坂本博美並んだ体勢、残り2周は4車ライン、東日本勢が久木を突っ張っていって、7番坂本博美先頭譲りません。久木は5番手に戻る体勢で、東日本勢坂本の突っ張り、残り1周半の地点を通過しました。少しずつスペースが上がってきまして、6番久木は仕掛けどころを探っていますが、2センターで発進です。坂本が反応する形、久木のかましですが合わせていった7番の坂本博美、5番稲村がマーク外れまして、4番上田がそこへ降りました。6番久木のマークが2番の山崎大輝の体勢になっている。しぶとくまくってくる6番の久木、7番の坂本の行為で待ち構える1番の庄司信弘、3番手外でへばりついて6番久木勝と、こちらも強地足、インコースは3番の大山正弘が無風だが、先頭は今度は変わった1番の庄司信弘、庄司信弘降臨、2着3番大山正弘、